はい、どうも皆さんこんにちは。というわけで不思議の帽子続きからやっていきたいと思います。というわけでですね、前回なんだっけ、右下の、チロリアの森かクリアして、ゴングル山に行こうというわけなんですけれども、ちょっと行く前にですね、ハイラルの街をちょっと探索していけたらいいかなと思って今回やっていくと思うんですけど、いやさ、ポストマンがさっきからさ動画撮る準備してたらポストマンが走ってってるさ、ね、おなじみゼルダおなじみのポストマンいるからびっくりしましたよね。じゃあちょっとね、あとここちょっと見てみようかなと思って、始める前にちょっと見たきたんだけど、道場があるんだよね。うん、修行すればめきめき剣の腕が上がるぞよというわけで、ちょっとここやっていこうかなと思います。お願いします。新しい剣術増えるんかな。お、来た、やっぱり回転切り、これもおなじみだね、ゼルダ。剣を装備した、ボタンを押し続け、力が溜まったら一気に放す。以上ぞよ。はい、簡単だね。まあおなじみなだけあって、しかし剣技というものは体で覚えねば意味がない。今からお主の体を直接操って技を出させて俺の体の支配権を先生に奪われてしまうという。はいはい、鉄心流操りの術、徳と見るぞよ、影真似の術的なね。ヌン操りゃー、ピキン。本当だ、勝手に動いてます今。自分でやってみろと。はいはい、普通に先生に操られる必要今なかったと思うんだけどな。こういうことだよね、全然簡単虎の巻を授ける。はいはい、虎の巻を見て再び思い出す、まあヘルプみたいな感じか。はいはい、秘伝回転切り覚えた、ありがたいですね。最初の剣技ということはまだあるんだな、いっぱい。うん、今持っている剣ではこれ以上の修行はできない。あ、新しい剣取ってくれば新しい技手に入れられるんだ。へえ、あ、じゃあまたね、なんか次のねステージクリアしたとかにでもまた確認しに来ようか。あ、ポストマン待ってあいつあいつあいつ足めっちゃ速いんだよな、追いつけないんだよな。あいつちょっと待ち伏せしてみっか。アイヤーの店によって道具を見てみる。アイヤーって誰、どこ。いや、来た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 。じゃあさっき右行ってたのに今度まっすぐ下に行ってしまった。これまだ今の装備じゃあいつに話しかけられないっていうことなのかな。この辺ちょっと待ってみっか。おっ、ポッ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 、そうじゃなくて、お、話しかけられたわ街を駆け抜け、あなたの元へ、私はハヤテのポストマンだけかいお前で話すために結構待ってたんだけど、全然これだけだった。まあこいつも後々かな。ここか、道具屋、こいつっぽいな。青、欲しいものここに持ってくる、ある、買っておかないと損する、あるよ。うん、何があるんだこれ、なんだこれ、何、あ、財布か。はい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 、どうしようかな、別に困ってないんだけどな、冷やかしやめられる説明ぐらい聞いてもいいだろうが。あ、見て見てこれ、剣技、今道具探してるところで、ちょうど見たんだけど、ついでに見たんだけどさ、1,2,3,4,5,6,8 個ぐらいあるすげえ、トワイライトプリンセス並みに剣技あるんだけど、とどめとかも出てくんかな。まさかね、ゲームボーイアドバンスのゲームでそこまでするんかな。面白いね。で、財布なんだけど何ルピーまで入るかちょっと今わかんないからさ、買っちゃってもいいかなっていう感じするんだよね。買いたいものがない、ちょうど今のタイミングで、これちょっと買っちゃおうか、ね、16ルピー残るし、これ買っとくかね。スカイボードソードの時もね、財布が結構大事だったから、よしよし、これはいい買い物だったんじゃないかな。ほんで、あとは特にないかな。この辺とか、変わった帽子かぶってるね。どこで売ってたの。売ってないんですね、物じゃないんですね、そもそも生き物なんですね。今手紙を書いてるとこ、遊んであげる、別に遊んでくださいって言ってるわけじゃないんだけど、やかましい俺を子供だと思って侮ってないか、お前この野郎は。なんかこの辺怪しくね、この辺なんか秘密の抜け道ありそうな感じがするんだけど、気のせいかな。お化けいる、ゼロゼロパー、普通に見えてる、仮装か。なんか今落とした、気のせい、こいつコッコの声か。あ、そうだ、コッコなんか探してくれっていうお姉さんもいたな。あの武術大会すごかったわ、思わず興奮して叫んじゃったよ。
グフか。白熱したわね。うちの人もあれくらい強かったらいいのにね。あんなによからぬ魔術使ったら逆に怖いんじゃないかな。早くゲームしたいんだけどまだ開かないんだ。え、こうゲームや。へえ、まあ、ミニゲームの要素もあると。おお、これなんだ。ここも店なのか。へえ、宝箱あるけど。意外と城下町すごい発展してるというか、いろいろありますよね。で、あ、この人か。コッコ探してくれ、姉さん。大変大変、コッコたちが逃げ出したみたいなの。よかったら捕まえる、手伝ってくれない。え、手伝ってみるか。25秒、時間制限付き。まさかの。庭以上、結構簡単じゃね。家の中に入ったり、街の外に出ちゃダメよ。はじめ。どこにおるんや。あ、いた。まず1羽。結構簡単じゃね。こうでしょ。あと1羽。あ、いた。あ、なんか黄色のやつもいいんだけど。何こいつ、3匹分みたいな感じのやつ。レアキャラみたいなやつ。一応こいつも投げとく。あー、こいつ難しい。よいしょ。ここ。あ、ちょっと上だった。ここ。ゴケゴンかー。オッケー、簡単だった。ありがとう。これ俺ね。あ、貝殻だ。10個。はいはい。あ、7シルピー。お金もくれるとは。やった、財布買った分が戻ってきた。ありがてえ。これが善行ってことだな。人にいいことをすると。あ、これまたできる。25秒以内に3倍以上難易度上がってる。ちょっともう一回やるか。そう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 。まず1匹。先に金色のやつやっちゃってもいいかもしんないね。もしかしたら。こいつをさ、こいつ絶対2倍以上分とかカウントされるじゃん。こう、うまくない?さあ。で、これ3羽。少なくともこれ3羽以上になってるからもうクリア。あとは、あ、いた。結構遠くにもいいんだな。うん。どうやっても3羽以上は無理そう。ありがとう、これ俺ね。貝殻。さあ、70ルピー。やば。このお姉さんやば。また逃げてるし。金だけ食らってるみたいになってますけど、もう。4羽以上。これいけるかな?いた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 。こいつね。こいつを捕まえ投げて、こっち寄って、こう投げるわけですよ。で、2匹目。あー、ちょっと R ボタンが暴発してるけど。3匹。あ、3匹。あー、ちょっと、ここダメなの?やばいやばいやばい。やばい、お前はいないとさすがに無理。ここ。あ、こっちにいっぱいいんだ。こいつら最後。いいね!完璧。結局黄色のやつは何匹分か分かんなくなっちゃってるけど。うん。20個。80ルピー。やばくねーここ。ちょっとこう、もう今回はこんな感じでいいか。もう230ルピーもあっからな。さすが100年目の年。うん、賑やかな祭りだった。なにここ?乾杯乾杯、ミルクで乾杯。晩ご飯何にしようかしら。いいこと教えてやろうかの。タンスやなんかは動かせるんじゃぞ。押したり引いたり。あ、さっきのなんか、秘密の抜け道の通路の、話した家のところやっぱり動かせるんかな。誰これ。ここにはいろいろな噂が集まる。ちょくちょく顔見せてね。そして、あ、いたいた。不審者いた。かけら合わせ。うん。結構いる。へえ。まだあの人しか見たことないけど。一人でくつろぐ。俺はそんな俺が好きだ。わかる。俺も大好き。マスター、マスター。喋りたいんだけど。あ、喋れた。いつもくつろげる場所。それが俺の理想のカフェだ。そうだね。カフェっていいよね。あとは、あ、そうだそうだそうだ。ここね。めちゃくちゃ汚れてんのよね。これ、空気砲でさ、吸い込む。吸い込んで、さあ、ピロロロロロ、ポロロンが来て、なんだっけ。このおばさんがヒントくれたんだよね、確か。あのあんちゃんは、汚れたござじゃ来ねえな、みたいな感じで言ってたんだけど、これであんちゃん来るかな。パン屋さんでラッキーパンも買わなくちゃ。パン屋さん、ここか。くん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 。美味しそうないい匂いじゃの。試食とかはやってないんじゃろうか。パン屋で試食って聞いたことないけどな。やってたらいいね。食べたいパンをレジまで持ってきてね。ゼルダでパンって新しいな、なんか。
こね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 、美味しくなあれ。メイド喫茶か。適当にじゃあ、クロワッサン的なやつ。ベーキンとパウダーのパン、ネジネジパンは一つ30ルピー。買ってみっか、試しに。今230ルピーあるから。はい、ネジネジパン。で、あ、幸せのかけら。そういうこと？どういうことこれ？つまりこの4つの中の1個のパンに当たりが入ってるみたいな。そういうこと？どれにでも当たり入ってんのかな、それとも。ごめんごめん、全然理解できなかった。まあいいんじゃないか。こんな感じで。たまに入って、たまに買ってくみたいな感じで。こんにちは。兄ちゃん、私ピッコロみたい。ピッコロでかくない？お前。ピッコロにしてはでかいんじゃない？ちょっと。あ、見たいですが、見たいってそういうことか。見てみたいっていうことが。ピッコロみたいっていうから、実は私ピッコロだったんですっていう神グアとかと思ってしまったわ。はあはあ、子供だけ見られるんだって。そうみたいね。じゃあ街はこんな感じでいいのかな？とりあえずはね。上行って、こっから左かな？上か。じゃあハイダルジョンの方行くか。工事中？アイダル城。お前！時のオカリナじゃねえか、これ。最初のやつじゃねえか。なんで上行けなくなっちゃった。あ、ここなんだ。門借りに来たんじゃが、まだ開いておらん。まあ、年寄りはじっくり待つよ。年寄りはじっくり待つわい。図書館とかもあんだ。猫がいるし。あ、見て見て、それつや、ここ。よく見たらこれピッコロの穴があるじゃん。ここのここの家の人ピッコロ飼ってんじゃねえの、もしかしたら。マジか。この鐘が鳴り響くときハイダルに何か起きると言われてる。和田アキ子が現れるんじゃないかな。あの鐘を鳴らすのはあなたなんじゃないかな。ここは、頼りなさそうなヒゲのおっさんじゃの。部屋の雰囲気もなんやら怪しい感じじゃわい。何屋さんだ。こんにちは。ウホン。私が町長でした。頼りないおっさん、町長でした。怪しいおっさん、町長でしたね。ハガーです。町長であるからして、普段はもう、ベリー忙しいわけですが、大丈夫か、この町長。そんな私のホビーがこのマスク、つまりお面集め、なんかムジラの仮面的な感じを彷彿させるけど、ビューティフル嬉しいですな。話し方はルーお芝なんだけどね。お、右に行ける。なんだこの怪しい地下室は。なんか手に入れた。赤いやつ手に入れた。なんかダンジョン始まったんだけど急に。怪しいな、この床大丈夫か。はい、トイレは。あ、ただこのでっかい岩が動かせないから、ここまでですね。町長大丈夫か。大丈夫あいつ。地下にさ、人体錬成の、でっかい錬成陣でも張ってないあいつ。大丈夫か。さあ、というわけで、じゃあそろそろこれ行っても大丈夫かな。もう、ないよな。やべえ、15分ぐらいここ、17分ぐらいいるんだけど。お、剣技、回転切り覚えてきたのかい？じゃあ、そろそろ出ても大丈夫か。私がテストしてあげよう。は？回転切りだけ、これ通れなかったの？あー、看板壊れちゃった。読もうと思ってたのに。しくじった。はいはい。なるほどね、まあ。俺、自主的に、習得してたけど、絶対習得しなきゃいけなかったんだな。ペタコン、ペタコン、右から左に受け流す。なんか懐かしい芸人のネタが豊富に散りばめられてんな。はんはんはん。鉄心道場すごい。はいはい、剣士、そうだね。あ、ここもピッコロのやつがあるな。まあまあ、犬か。通れないんだけど。くそ、犬に邪魔されてしまった。遠い国からやってきたんだ。服がちょっと違うだろう。もう確かにね。てれっててれって。よし、じゃあ行ってみますかね。こっちからゴングル山向かいましょう。なんだこいつ強そうだな。初めて見た敵。こ、きつね。あ、ゴルピー、あざす。ゴングル山どっちだ。左か。オーケーの谷ってところはね、ちょっとまた後でだと思うんで。1ルピー。岩めっちゃ多いね。なんかありそうだけど。お、ふもと来た。こっちはちなみに、行けないか。まだ無理か。じゃあこっちなんだろうね。はいはい。あ、ここ爆弾で壊しとくか。あ、そうで、剣を B ボタンに装備しといたね。
言うの忘れてた。なんか B の方がしっくりくるんだよね。なんだ、あ、これ縦か。うい、ザコザコ。マイタピー、YBD いいことをしてるピー。これさ、前、ハイラジオのとこにいたやつかな。洞窟に帰るって言ってたやつかな。友達が、ベーレ高原の南の洞窟でとっても便利な道具を売っているピー。ゴングル山に登るなら絶対おすすめ。へぇ、ベーレ高原の南の洞窟ね。忘れてるかもしれないけど、とりあえず覚えておこう。ちなみにここは今どこだ、ふもと。ベーレ高原の南。こっちか。ちょっと寄ってみるか。やばい、寄り道ばっかしてこのパーツ終わっちゃうんだけど。もう20分撮ってんだけど。やばい。ここ行けるか。ててあ、持てるね。いいね、いいね。あ、ただ、下に降りることができないのか。そういうことか。あ、ここも塞がってんな。近い、また近道があるぞ。近。あ、で、またこれね。無理か。ってことは。あ、ここ爆弾で行けるか。よく見たらひび割れてたわ。爆弾置いて、あ、いけた。これで、あ、こいつか。さっき言ってた商人ってのはこいつのことか。はいはい、ザコ。うん、こいつら脳なしだよな。マイタピー、お詫びに、中にいろんなものを入れて持ち歩ける、とっても便利な瓶を売るピー。お、空き瓶来た。ゴングル山に登るのは必要だっぴよ。なんで枯れとるかい。くれるんかと思った。ちゃんと律儀に金取ってきたわ。空き瓶来たね。マイタリッピー、え、なんだこれ必要なんだろう。あ、わかった。水入れるのか。空き瓶の中に水入れて、さっきのなんか植物を成長させる、あそこにかけるんだろうな。ひらめいてしまった。冴えてるな今日も。つまりこういうことよ。空き瓶装備する、こっから水を取る、こうか。こっちか。だな。で、これで、こうだ。お、来た。マリオ。効果音マリオ。さあ行きましょう。小さいことは気にせず。結構こんな感じのギミックが、おー、ヤンフィーフィー。いっぱいあるんだろうな。落石注意。こっちって合ってるかな。あー、で、またこれ空気砲で取ってくれゾーンがいっぱいあるじゃん。一応取っとこう。あ、で、ちょっと待って、よく見たら、ここにピッコリになれますゾーンがあるじゃん。これどうやって行くんだろう。まだ分からんけど。金の落ちる音がした。金の落ちる音がした。見逃さねえよ、俺は。さあ、とりあえず左下の方まで来たんだけど、ルートが2つありますね。一応こっち壊しとくか、先に。爆弾がつきそうだな。あと3個だ。で、また、もう変わると、この風のやつがね、あるんだけど、これ一体何なんですかね。キノコ。マリアのキノコやん、これ。色的に。さて、これは、壺使わなくても大丈夫か。引っ張ってハンティングだね。この辺。いいね。さて、ほんで、こっちか。山ね、ルートがいっぱいあって難しくなりそうだけど。なんだ、こいつは。こんな奴ら、鉄の面さえ剥ぎ取ってしまえば怖くもなんともない。鉄の面、あ、こうか。いや、今のエゼロさんめっちゃナイスやん。めちゃくちゃいいヒントだったわ。簡単に倒せた。よいしょ。はい、吸い込んで。可愛い顔してんだな、お前。実は可愛い顔してる。ハート1個なくてもいいか、別にね。ほんで、あー、で、こう来るか。赤チュチュちゃん。ん？ぬぬぬ。ひらめいた。お、なんだ？小僧、そこに見えておる竜巻に上から飛び込んでみるのじゃ。ふふふ、わしにいいアイデアがあるんじゃよ。ほんとか？大丈夫、信じていい？行くよ。ほっ。おー、すごい、パラセールだ。これで向こうの方まで行くってことか。あ、ちょっと待て。行きたい方向に行けない。こうか。なるほどね。結構難しいな。こういうことか。はいはい。ほんでね、またルートがいっぱい出てきたんだけど、どっち行けばいいかな。なんかあっちも気になるな、めっちゃ。ちょ、マジやめてほしい、こういう作り。こっち、あ、でも何もねえわ。ゴングル山の BGM もさ、なかなかいいっすね。なんか、
神々のトライフォースのさ、裏世界入った時の BGM にちょっと似てる部分もあって、よく聞いたらね、感動してる。これ何、このちっちゃい虫、トンボ倒していいんかな。とりあえず行きますけど、ここはなんだ、行けないな。また水汲んでくんかな。左上になんかあるけどね。あ、ピッコルゾーンがあるやないかい。ピッコルゾーン使ってどうやるんだろうね、結局そこがわからないんだけど。ここにもあった、2つあるね。あ、ここに登れるとこあるよ。ここに行くのかな。待って、あ、ここはダメなのか。ってことはこっちか。お、光って、これか。久々のピッコルか、行きます。ピッコロさん、言いたくなっちゃった。あ、すごい、森にあったやつとちょっと違いますね、毛色がね。綺麗。一見何の変哲もないこの岩が、実はエントランスだったぞ。エントランスね、忘れてた。他にも同じような岩のエントランスがあるかもしれん。宮田さんように気をつけとな。はいはい。アイテムはこれ使えないよね。あ、ただちっちゃいからすり抜けできる。はい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 。じゃあとりあえずこっちに行きましょうかね。お、早え。スル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 登ってっちゃったね。あ、テントモン、そういうことか。さっき倒したトンボみたいなやつこいつだったんだな。でかいから全然テントモンだと気づかなかったけどね、小さすぎて敵が。さあこっち行って、おっと、怖いぞこれは。こうだな、よし。あ、幸せのかけらですか。ただのアイテムの回収だったという。ここ入ったらどうなんだ。お、そういうことか。ピッコルの住処なんだな、このなんかフィールドとかにある穴は。いただきます、いただきます。あ、幸せのかけら、めちゃくちゃ集まんね。今すごい形相でこっち見てたけど、やっぱり悲しいんかな。でもちょっと怒っちゃったかな。こんにちは。ゴングル豆は水が命。青い豆は水をかけると伸びる豆。緑の豆はゴングル山の水をかけると伸びる豆だよ。あ、そういうこと。ゴングル山の水はゴングル山だけに湧いている緑色の不思議な水なんだ。ゴングル山の入り口に近くに湧いてたはずだよ。めっちゃいい人じゃん。普通に今俺あなたの宝箱盗んだのにさ、攻略のためのヒントくれる、めっちゃいい人じゃん。ベッタも貸してもらおうかな、ついでに。山のふもとに水があるって言ってたけど、まあ十中八九ここのことだよね。テントも多分水がないとこの先行けねえんだよな。これか、めちゃくちゃでかいね。え、持てんの。ちょっとちょっとちょっと、持てちゃったよ。え、これ持ってっちゃダメだよな。ここに置いといて水だけ持ってくるってことでしょ。なるほど、分かった分かった。これどっちにしろどかさなきゃいけないんだな。これどかさないと向こうの種に水かけられないっていう、そういうことか。よく見たらそうでした。これは持ってかなきゃいけないんだね。すごい、リンクさん。アリみたいだな、本当に。自分の体重より絶対重いだろこれ。これこの辺りにでも置いとけばいいんじゃないかな。ね、ちょうどすっぽり入ったわ。さあまた体を戻しまして、元に戻んなきゃいけないんかな。ちょっとあのお水ですね、ゴングル山のお水を取りに戻ってきましょうかね。こいつまだ喋ってなかったな。マイトピー、爆弾 RP。 おお、爆弾一応買っとくか。結構少なくなってきてたからね。はいはい、ここだ、爆弾だけか。あ、ここにも出てくんの。これちゃんと定期的に草買っていかないと。マジか、こんな何の変哲もない草からも出てくるんだね。あー、ちょっと待て、ここよく見たらひび割れてるじゃん。うわ、ここだったわ、全然気づかなかったわ。爆弾ね、オッケー。で、あ、特にストーリーと関係なさそう。金だけ持ってくか、ありがて。他に壊せるとこないもんな。で、空き瓶1個しかないから妖精さん入れときたいんだけど、どうせあの水、緑の水で使っちゃうことになるから、ちょっとまた後でだな。嬉しいんだけど、ちょっと複雑な気持ちだな。ストーリー進まねえ、やべえ。これさ、わかんないからさ、攻略見ちゃいました。
ここさ、何のなんか亀裂も何もないのに爆破できるんだな。まあ、このはしごがあるからここを爆破しろっていうことなんだろうけど、わかるかこんな。わかんないよ。わかんないわかんない。爆弾無駄にしたくもないしさ。うわ、マジやられたわ。ここで30分くらいずっと戸惑ってたわ。彷徨ってたわ。さあ、あとは、ここまで来ちゃえばもう簡単だから、コビとかして、コビとかの前にこれ破壊しないとダメだね。オッケー。前から取っとく。ああ、やっとここまで来た。ああ、長かったぜ。さあ。で、あとはここまで行って水汲めばいいんだろうね。ほら、どけ、ダンゴムシ。ダンゴムシじゃねえ。テントウムシ。さあ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 。いや、大変だったな。実に。溺れちゃった。そしたら、空き瓶にして、こうか。ふう、長かった。さあ、じゃあ、さっきのとこ戻ろうか。よし、そしたら、ここにかけちゃえばいいのかな。お、あ、オッケーだね。うにょ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 。オッケー、やっといけた。ゴングル山。